NHK 朝一、月曜から金曜午前8時15分の公式インスタグラムが更新され、女優の小泉今日子さんが登場した。司会の鈴木直子アナウンサーが投稿し、今日のゲストは小泉今日子さん。もうだいぶ前からスタッフも私も花大さんもそわそわドキドキして今日を迎えましたと緊張したという。アイドル時代の輝きはもちろんですが、やりたいことをどんどんご自身で切り開いていくその姿、何でも聞いてくださいと言い切れちゃうトーク、そんな今の小泉さんが最高に輝いていて、視聴者の皆さんからの質問とか自分の悩みとか、もっともっといろんなことを聞きたかったですと綴った。歌手の木村カエラさんもゲスト出演し、木村カエラさんと小泉今日子さんのツーショットもアップされた。特選エンタは木村カエラさんの生ライブバタフライのまっすぐな歌声、デビューから20年の思いが詰まった最新曲20。なんだか自分の20年と重ねたりもしながら聴いてしまい、込み上げるものがありました。小泉さんと木村さんのツーショットも神々しかったですと感激していた。アフタートークとして視聴者からの質問、松田聖子さんは意識していた。中森明菜さんはライバル、それとも友達に答えた。私は聖子さんより2年後輩なので、アルバムの曲まで全部歌えるくらい大好き。聖子さんが先にいてくれたから、それを追いかけていったっていうくらい大好きな先輩と、松田聖子さんは憧れの存在だったという。中森明菜さんについては、明菜さんとは同期だし出身番組も一緒で、デビューする前から顔見知りだった。だから本当に戦友っていうか同志のような存在、いつも2人でいろんな話をしたり、お互いが羨ましいと思ってたんですよと懐かしそう。私は明菜さんの大人っぽいパフォーマンスが素敵だと思ったし、明菜さんは普段私が着るようなひらひらの可愛いの着ないからいいさーって言ってたし、そういう関係でしたと明かした。この投稿に対し、どちらも素敵な表情すぎるなどと称賛のコメントが寄せられている。小泉さんはブルーの爽やかなシャツ衣装で出演、ネットはキュート顔ちっさ、キョンキョンとカエラ超小顔、自然でお綺麗綺麗だった、お肌が綺麗、お顔が小さい、目が大きいということもあるけれど、やはり表情がとても素敵だ、朝一で見たらドラマと全然違ったわ、自然に歳を重ねていく姿はとても美しいですね、58歳だというのにまだまだ若い、キョンキョンに釘付けけで何にもできないね。小泉今日子さんが58歳若々しいなどの声を寄せていた。さらに女優満島ひかりさんが自身のインスタグラムを更新、小泉今日子さんとのツーショットを公開し反響を呼んでいる。満島さんは真心ブラザーズの六本木フォーク村素敵すぎるライブ終演後に、大好きな小泉さんと良い写真撮ってもらった、いつ会ってもいつも特別な日になる、月がこぼれちゃってると記述。小泉さんと笑顔で並び頭を寄せ合ったりピースサインをしている写真をアップした。満島の引けるような笑みと胸元のボタンを少し開けた真っ赤なシャツを着こなした、ショートカットの小泉さんの若踊り実さが際立っている。